最近の携帯のマックスの充電量が 76% になりました。どうも、かなかなです。今回ですね、ツイステの実況動画でもやってみようかなと思って、いや、五章中編からなんですけどあ、もう俺のこのパーソナルストーリーとかがサボってんのめちゃめちゃバレるな、これ。ストーリー全く知らない状態でちょっと行こうかなと思ってさ、え、海岸ここのね、ここの場所だけは見たんですよ。このここがケンジの島だっていうところだけ、まあ、ここだけ見て、まあ、ロイソがね、こんなところにあって、ね、なんかオラトン高校みたいだな、植物園だな、ここな、ここコロシアムだよな、みたいなのだけ見て、ストーリーは全く読んでないんですよ。城下町って、上はもう完全にこれ陸のことだよね。前回なんかデュースが、あの、マジホイという名の一輪車を転がし、エペルの元へ帰ってきたという。エペル連れてどうやって行ったん、これ。閉じてますけど。まあ、転がして海岸に、よう、ここまで行ったな。もっとあったろ、他に。この辺とかじゃダメだったの、この辺とかじゃ。でね、じゃあ、こっからやっていこうかなと。苦悩シャウト。叫ぶのか。お、本当にちょっとね、この画面録画自体を、ちょっと初めてやるもんだから。撮れてる。こんななんか、C?あ、何、転がしてきてんだ今。あ、そう、よし、着いたぞ。どこにデュース君、意外と飛ばすからびっくりした。うん、俺もびっくりしてる。え、そうか、これでもゆっくり。いや、なんでもない。それにしてもさすがはイグニハイドがカスタムしたマジカルホイール、ものすごくたくさん機能がついてて乗りこなすのに苦労した。どんな機能ついてんだろう、すげえ気になるなでもすごく気持ちよかった。僕ドライブ好きなんだ。おお、ドライブ、そういえば趣味って書いてたね。え、ドライブってこういうドライブ。けどよかったの、外出許可ももらわずに学園を出てきちゃって。あ、やっぱそういうのいるんだな勢いで学園を出てから外出許可のことに気づいたんだ。後で一緒に怒られてくれ。勢いだけで行動しない。ビルさんたち今頃カンカンかな。意外とそうでもないんじゃないですか。お、いいですね、海なんて。海いいじゃないですか、青春か、こいつら。急に。僕この島に来てから初めて海を見たかも。そんなに陸の孤島なんだ。ナイトレイブンカレッジはこの賢者の島でも北側の山の上にあるからな。あ、ハロウィンの時に賢者の島の住人って結構、あ、本当に結構呼んだんだね。じゃあ陸のことだよな。南側の海岸沿いにはロイヤルソードアカデミーがあるもんね。やっぱロイソなんだこれ。あ、もしかしてあれがロイヤルソードアカデミー。な、今はあ、こう、すごい、学校なのに王様が住んでるお城みたい。え、ディズニーランドじゃん、こんな。僕も学園の展望台から遠目で見たことはあったけど、あ、展望台あるんだ。近くで見るのは初めてだ。本当に華やかな建物だな。ねえ、白くてヤニ汚れとか目立ちそうですけど。マジフト部の先輩たちはみんないけすかないお坊ちゃまばっかりが通ってるって言ってたけど。なるほど。 VDC に出場するネージもあそこにいるんだよね。本当に城だな、なんかハリポタっぽいと言っちゃっぽいだけど。なに、僕は、え、絶対に負けねえからな。どうしたどうしたのティウス君、急に大声で。いや、え、僕は確かに頭も悪いし、はい、容量も良くねえよ。どうした悪だった時の癖も抜けねえし、うん、すぐカッとなって手が出ちまう。でも、これでも精一杯やってんだよ。エースの野郎、毎度バカにしやがってふざけんじゃねえ。ごめん、なんかキャプチャーこれ繋いでるけど、ちょっとなんか途切れ途切れになっちゃうね。ごめんね、なんかすっごい一生懸命叫んでるところごめんね。いつか本物の優等生になって、うん、お前のこと追い抜かしてやっからな。
おや、おお、なんかいいね。やったれやったれ。僕は絶対変わってやる。あ顔。すっきりした。え、昭和のヤンキー。やってることが昭和のヤンキーすぎるよ。びっくりした。お昔からうまくいかないことがあってクサクサした時は海まで飛ばして大声出してすっきりしてたんだ。僕は物心ついた頃から容量が悪かった。まあ自分で分かってんだったらいいじゃん。真剣に勉強しても成績はいつも人並み以下。うん。自分の出来が悪いことの言い訳が欲しくてどんどん楽な方に流れて。ああ、それで震えになっちゃったってことね。俺は本気でやってない。俗言いしちゃったってことね。だから出来が悪くてもしょうがない。必死に勝ちに行くのはダサいって。本当に昭和のヤンキーじゃねえかお前。そうだったんだ。ほう。何年もバカやってどうしようもない悪になって母さんを泣かせて、そんな時に名門ナイトレイブンカレッジから入学許可証が届いた。なるほど。僕は思った。新しい環境になればどうしようもない自分を変えられるんじゃないか。これはチャンスだ。入学して変われた？どうなの？全然ダメだ。見た目ばっかり優等生ぶっても中身は何にも変わらない。もう別に形から入るの悪いことじゃないと思うけど。出来の悪い悪のまんま、うまくいかないことばっかりだ。うん。でもこの学園に入って分かったことがある。なんだ？お、本当にできるやつは、はい、裏では必死にあがいてるんだってこと。あ、まあまあまあね。天才はほら、よく言うからね、99% 努力みたいな。格好悪くてもちょっとやり方がまずくても、はあ、あ、オーバーブロした面に、あ、オーバーブロするな、これもできる人たちは諦めない。オバブロしちゃうみたいな、なんか流れやめろ。そっか、4章だけいなかったもんな。ジャミルが出てこなかったのはそういうことか。今日ここにお前を誘ったのは、うん、もしかしたらお前も僕と同じなんじゃないかと思って。ほう。え？お前、いつも何か言いたそうにしてやめるだろう。変わりたくても変われなくて、じりじりしてる。そんな気がして。めちゃくちゃ青春じゃないか、うん、そうかもしれない。ここには僕しかいない。うん。思い切って大声で言いたいこと叫んでみろよ。いや、昭和だな。それだけでもすげえスッキリするぞ。せやな。うん。お、わかった。わかったんか。なんだなんだ。あ、え、あ、ここで終わるんだね。はいはいはい、なるほどなるほど。はい、本音リリース。本音を言うの。40話、なんか全部体的に5章は75話あるらしいね。結構あるな。ここには僕しかいない、うん、思い切って大声で言いたいこと叫んでみろよ。叫んでみろよ。それだけでもすげえスッキリするぞ。何言うんだ、うん、ほう、わかった。ここはさっき、そった急にめぼくなれって言われてなれるわけねえべよ。だが、あ、わあの地元は人間よりべごの方が多いと田舎らしい。わあは農家の息子だよ。よし、行くぞ。思い出したよ俺は。まんずなまんねえで喋るだけで精一杯だはんでな、うん、踊りだっきゃ村の祭りと運動会のお遊戯でしかやったことねえんだはんで。盆踊りかな。流行りの服だの、上品な仕草だの、そったのわかるわけねっきゃ。ダメな。すがわーわー、めごくなりてくねんずよ。一人称わーで喋るんだね。わーわー、たくましくて背高くて、うん、強い男さなりてんだね。成長期これからだから。バッキャラー。なあ、タゲスキリした。君ら何？ギザギザハートの子守歌なの？ちっちゃな、めちゃめちゃ、多分お前ら時代が時代だったらお前超乱で突っ張ってるよお前ら。めちゃめちゃなんかもうバッグとか薄くして中に多分鉄板とか入れてるよ。あ、何を言ってるのか半分くらいわからなかった。ギザギザハートすぎるな。何語？いや、
もしかして鉛か？もしかしなくても鉛だ。エペル、お前どこの出身なんだ？あ、出身聞いてなかったんだ。奇跡の国の北の方の山奥。あ、もっと奥。豊作村っつうだわ。あ、もう村っつっちゃってるもんな。領長が鉛手で伝わらねえはんで、人前であんまり喋るなって。あ、そうな。領長、口開けば鉛るな。上品にくんつけで名前呼べ、大声出すなって。あ、伝わらないっていうのもどひゃいんじゃ。二度手間になるしね。お前のこと初対面からずっと器用で無口なやつだと思ってた。なるほどね、喋れなかったんだね。本当は全然違ったんだな。芸能界とかもほら、鉛はあんまなんか良くないみたいな風潮あるから、そういうのもあるのかな。だってよ、寮長の前でうっかり鉛るとしばかれんだ。どんな風に？だから気軽に口が開けなくて。なるほど。制服のフリフリのシャツも全部寮長の命令でいやいや着てるだけ。フリフリのシャツをじゃあビルさん用意したんだ。あれわざわざ用意してもらって。寮長命令で用意までしたんだ。やつのように独自の法律があるわけじゃないのに、なんでそんなこと。はあ、それは9月の入学式の日。あ、何、過去の話でもああやるんだ。はいはい。どこを見ても育ちいいエフリコギバリで好きでね。なんだって。俺はこのなりだし、うん、地元じゃなよなよしてて弱そうだってなめられてきた。でもバッタバッタと倒していったんでしょ。まあそんなこと言うやつはやっぱり全員ぶっ飛ばしてやったけど。こいつ悪い顔してんな。この学園でもなめられねえようにしねえと。ああ、ちょっと、お、そこの新入生絡みあったんだ。あったっけ。 あったんだ。おめえなんだわ。あれ、俺エースの式典服持ってるけど、パソソン。入学早々伝統ある式典服を着崩すとは、いい度胸。着崩してんだ。あ、着崩してんな。今すぐ首元のボタンを止めなさい。待て。こい、ポムフィオ、俺の寮長。こったなよなよした女みてえなやつの寮だっけ。絶対前ね。前ね。ひょろっとせいでゲーバって、サバナクローの寮長に比べれば、よえべ。これでもビルさんめちゃくちゃでけえダンベル持ってるよ。うん、遠目からでも悪くないと思ってたけど、あなた近くで見ると本当に可愛らしい顔をしてるわね。学園アリスの中等部校長か。誰がわかんだ。はあ、今なんて喋った。わーがなよなよして女みてえだってな。お前ギャップありすぎなんだよ。エペルはおめえもひょろひょろして女みてえだべな。ああダメね、全然ダメ。海猫の後ろ宮エンジュが誰がわかんだよ。あなた全然なってない。なってない。あるかな。はあ、着こなしも振る舞いもそもそも考え方にセンスがない。ほう、なんなんず。その発言後悔させてやるや。表さ出ろ。表さ出ろってお前。この学園に選ばれる生徒ってどうしてこう血の気が多いのかしら、ね、ナイトレーブンカレッジって治安悪いよね。まあいいわ、ナイトレーブンカレッジ流の洗礼を与えてあげるのも先輩の役目よね。おえ、殴り合い、殴り合いの喧嘩してんの。なんずこい、魔法使ってねえのに単月へ、殴り合いしてんの。いいこと、小さなジャガイモちゃん。この学園では弱者は強者に従うのがルールよ。もう入学式早々殴り合いしてんのお前ら。見たところ両選別もまだのようだけど、負けたからには私に従ってもらう、はい、くそ一体何されるんだべか。アリガネ全部巻き上げられる、それともパシリだべか。考えがさ、ヤンキーなの。ヤンキーのそれ。まずだらしなく外してる式典服のボタンを全部止めなさい。しかも80年代の。え、さっさとしなさい。次はベルトよ。大して足が長くもないくせにそんなローウエストにゆるゆるにつけちゃって。見せパンするタイプかな。みっともないったらありゃしないわ。おうおうおう、動きがたまに人生ゲームのそれなんだよな。苦しい。それから髪、くしくらい入れたらどうなの。ボサボサでみすぼらしいったら。そったこと言われてもくしだっきゃ持ってねえよ。
最後に言葉。手ぐしだろうな。もっと丁寧に喋りなさい。はあ？和の方言が都会の言葉に踊ってるってな。なるほど。指摘の意図を勝手にすり替えるのをやめなさい。私はあんたの地元に対して言及したわけじゃなく、あんたの態度に対して物申してるの。郷土愛に溢れてるのは結構だけど、TPO への配慮は必要よ。まあ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 ね。目上の人に対しての喋り方が全然なってない。ビルさんは芸能界にいる分多分そういうの厳しいというか、わかるんだよ。まだだって、ちょっと前まで中学生だったら、負け犬がガタガタ文句を言う資格はないわ。生意気ななんか上から物言われてみたいな感じ。親子だな、こいつら。私に勝ってからにすることね。こいつら親子か。さあ、返事は？はい。あんたがどこの寮に配属されるかは闇の鏡だけが知るところだけど、せいぜいポムフィオーレに選ばれないように祈っておくことね。めちゃくちゃ選ばれた。この私、ポムフィオーレ寮長ビルシェーンハイトのお膝元へ来た暁には、フリフリの服を着てるって今日のような振る舞いは一切許さないわよ。覚悟なさい。さあ、さっさと言われた通り服を整えて入学式に戻る。それを込みの美しさなんだろうな。ちくしょうな。あ、終わった終わった。なるほどね。なんかまだ階段なの。え、なんだって読めない。方向方順なんだろうこれ。まあ美味しそうでしょってってことがあって。ああ、そんな初日で寮長に喧嘩売ったってことか。あの時は寮長クラスがどんだけ強いのか分かんなかったんだよ。デュースとエースも入学してすぐ寮長に喧嘩売ったっきゃ。せやな。いや、あれは喧嘩では。めちゃくちゃ喧嘩したね。地元じゃ強くてでかくてたくましいのだけが強いことの証明だったんだ。昔からずっとこのなりでからかわれてきたから。コミュニティがまあ狭かったってのもあるだろうな。今思うと別に寮長は俺のことバカにしてたわけじゃなかったんだろうけど。わかるぜ。しょっぱなで舐められちゃいけないと思うよな。考え方がヤンキーです君は。で結局その後一度も寮長には勝てずにずっと言いなりってわけ。なるほど。ダンスレッスンの時のいつものってそういうことだったのか。居酒屋見てたな。ハント先輩の言う通り本当にただ喧嘩をしていたわけじゃなかったんだな。寮長に勝てたら好きに振る舞っていいって言われてる。でも全然ダメだ。こっからこっからもっと強くなりてえな。何この青春。海だし海岸だし。さっき学園を出てくる前にアジーム先輩とハント先輩に言われたことがある。今の僕たちにしかないパワーを大事にしろって。それで僕なりに考えてみたんだ、僕の強さについて。それは多分すげえバカなところかもしれない。まあ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 、ひっくるめすぎたけど。でもそれってデュースがさっき言ってた自分の嫌なところじゃねえんか。ああ、でも、余計なことを考えないで突っ走れるってことでもある。まあそうね。僕は同時にいろいろ考えられるほど賢くない。でもだからこそ覚悟を決めたらゴールまでまっすぐ突っ走っていける。うん、これはきっと僕だけが持つパワー。長所にすればいいってことだよね。僕の短所は僕の長所なんだ。でもさ、んなこと言われたって納得いかねえよ。俺に置き換えるんならこの見た目のことだろう。華奢だったり女顔だったりそんなのが強いって言われたって。ん、電話だ。この番号は実家から。携帯持ってきたんだ。もしもし。LINE すごいんじゃないのね。エペル、あんた送ったジュースどうした。あの、美味しくいただきましたけど。は？リンゴジュースのこと？
友達さ配れって夕飯で配ったけど、あ、美味しくいただきましたよ、お母さん。今世界中からすごい数の注文入ってるんだよ。はぁ、何を来たんだべと思って注文してきたお客さんさ、うん、どこでこのジュースを知ったんですかって聞いたのさ。はい、よさ、したっけ、ビルシェンハイトの亀を見たとかなんだかって。あ、マジカメのことね。なんか急にエベルのお母さん下ネタ言ってんのかなと思ったらびっくりした今。いや、ベルシェンハイトの亀は下ネタじゃん、もう。も最近なんかのツイステが下ネタにしか見えなくなってくる時があるからさ。ビルさんってあんたのとこって幼虫だって。何、マジカメが、あ、ウィルさんの亀。なるほど。もしかしてマジカメ。ちょっと待ってけ。この音楽と今ってもう下ネタにしか聞こえないよ俺は。何言ってんの、何言ってん、どうしたの、大丈夫。マイルーティーン、ハッシュタグレッスン後の一杯。あ、ルーティーン、豊作村のリンゴジュース、自然の味、お肌にも栄養。俺あのマジカメってほらインスタグラムじゃん、あれ俺わかんないんだけどさ、ハッシュタグの後ってさすごいみんな文章つけたがるけど、ハッシュタグの意味あんのかなと思っちゃうんだよね。ハッシュタグってなんかまとめて見れるやつかなと思ったんだけど、レッスン後の一杯で何がこれしか出てこないって思っちゃうわ。俺だけかなこれ。あ、それをマジカメにあげた、亀にあげたんだね。シェンハイタ先輩のマジカメにリンゴジュースの写真がアップされてる。なるほど。もう電話鳴りやまなくて、かちゃくちゃねんだって。大変なんだ。組合長さんさんも声っこかけて、うん、ご近所さんさんも手伝ってもらわねば、出荷作業が間に合わねんだはんで。ご近所さんってなんかいいんだね。たんやまったはんでどうすべってなってるけど、村中お喜びだよ。これはなんかわかる。ほんとありがとう。なまってても意味がわかるわ。ビルさんさ、お礼言っといたけ。なるほどね、フォロワー500万だからな。あ、すごいすごい。エマ、忙しい班で切るよ。まだジュースおぐる班での。電話いくつあんの？お前ち電話いくつあんの？ちょっと傘。切れでまった。の。すごいな。マジカメの投稿に次々ジュースを注文したってコメントがついていく。ほう。もうみんなミーハなんだからもう。あら。はい、はい、お金もらいました。まだ海岸だよな。チャンネル登録。